ナジェージダ・マンデリシュターム・ナジェージダ・ヤコブレブナ・マンデリシュタームは、ロシア人の作家、オシップ・マンデリシュタームの妻でもあった。サラトフにて、ユダヤ系中産階級の家庭に生まれる。若き日を、キエフで過ごした。ギムナジウムを卒業後、マンデリシュタームは、芸術を専攻した。1921年にオシップと結婚し、その後は、夫と、ウクライナやサンクトペテルブルク、モスクワ、 グルジアなどを転々とした。オシップは1934年、スターリンを風刺する死を書いた罪で逮捕され、ナジェージダと共に、ペルム地方のジェルディンへ追放された。二人は、その後、ナジェージダ自身によると、中央委員会への弾眼により、ボローネジに移ることとなった。だが、オシップは再び逮捕されることになり、1938年に、 ウラジオストク近郊のフタラヤレチカイ知事収容所で息を引き取った。オシップの死後、自身もまた逮捕されかねないと予見していたナジェージダは、ロシアの秘密警察から逃れるために職業と居住地を点々とする遊牧民のような生活を送ることになった。その逃亡生活の最中、少なくともカリーニン氏において秘密警察はナジェージダを逮捕直前というところまで追い詰めていたという。 しかし、ナジェージダは踏み込まれる前日に、カリーニンの地を離れ、ことなきを得た、オシップの残した詩の原稿を保存し、公表することが、自分の人生の目的だと考えていたナジェージダは、その目的に即して、詩の内容のほとんどを暗記していた。原稿のみに詩を残しておくのは危険であると、考えていたためである。スターリンの死後、ナジェージダは1956年に、 学位論文を完成させ、1958年にモスクワに戻ることが許可された。西側諸国にて、故郷ロシアよりも先に出版された、回想録、ホープアゲンストホープと、ホープアバンダンドの中で、ナジェージダは、自身の人生に対して深い考察を加えると同時に、1920年代以降における、ソ連が道徳的、文化的に大敗していった様を批判した。 上記の回想録の題名は、自身の名前がロシア語で、希望を意味することにかけた一種の言葉遊びである。ナジエジダは1979年に自身が保有するオシップの原稿をプリンストン大学へ寄贈し、その翌年の1980年、モスクワにて81歳でこの世を去った。ありがとうございます。